リンパっていうのは、江戸時代に人気になった画派の一派で、豊かな装飾性を特徴とする画派になります。 はい。えー、豊かな装飾性が分かりませんっていう方、えー、もうちょっと簡単な言葉に置き換えてみようと思います。デザインチックって言ったら分かるかなデザインチック。あの、ザ・絵じゃなくて、デザイン感がめっちゃあるような、えー、作風がリンパなんですよ。あの、イラストレーションとかデフォルメとかね、そういうふうな感じで、絵っぽくなくて、えー、なんか柄とかデザインとかそういったものを、えー、なんか絵の世界に走りばめて、えー、絵画のな、なんか一つの作品に、えー、まとめ上げてるよっていうのが特徴なんですね。